ももかです。ゆらりです。ゆめかです。ピンク、ラテ、ティー、ビー、始まるよ。イエーイ。今日の企画はですね、ゆるっと昼ごはん。そうですね。机の裏側紹介、密着で、ゆるい感じの、ね、ですね、動画ですね。ゆっくりお話をしましょう。お昼ごはんを食べていきたいと思います。いつも通りの感じでいきます。じゃあお昼ごはん食べよう。食べましょう。いただきます。めっちゃ美味しそう。美味しそうだよね。シャンティーじゃないですか。めっちゃ美味しい。いただきます。いただきます。たまになんかこういうこと言うよね。何が好きだった？食べ物何が好きだった？じゃあ明太子か鮭か。鮭です。なんかちょっと雑穀米みたいな感じになってて、うん、ね、そう、美味しい。雑穀米かわいい。おにぎりの海苔はしっとり派。うん、あ、どっちも好きかも。うん。合コンで野菜配るの争奪戦。配りましょうか。どこで覚えてくるのかな。ありがとうございます。え、なんかドラマ何系が好き？サスペンスとか。サスペンス。サスペンス？あれ怖いやつ。怖いやつ。怖い。それガチに怖いやつ。警察24時が好き。ドラマじゃん。好きな給食の話しようよ。おー、揚げパン。揚げパン好き。揚げパン出たことなかった。地域によってね。私レンコンチップが好き。また渋いね。何それ。ゆらりいつも渋い。あとなんだっけ、お菓子みたいなキラス揚げ。キラス揚げ、キラス揚げみたいな。ごめん、何の話してる。なんかあれでしょ。なおからがなんか。おからって何ですか。え、嘘。おから知らないの。どういうやつ。なんて言うんだろう。謎。お菓子みたいな。ギザギザになってるお菓子です。だよね。はい。渋くない。え、でもレンコンチップ本当に美味しいですよ。なんでそれが、なんかめっちゃさ、カレーとかさ。いや、カレー好き。朝の時もあれだったの、元気サラダ。何それ。ないんだ。なんか元気サラダ。元気サラダ。元気サラダ。元気流れるみたいな。違う。罰ゲームみたいな。え、何県ですか。教科書に載ってたの、元気サラダの作り方。家庭科ですか。うん、国語の教科書に載ってて。え、なんで。絶対じゃ島根だけだ。え、嘘だ。ちゃんと全国の教科書でやってましたもん。ちゃんとなんかそんな。何で。あれですもん。怖い。ないんだ。電気風呂好き。電気風呂。見たことないし。電気風呂ない。なんか電気風呂に怖くて挑戦できなくてちょっと避けて歩いてたのね。湯船の温泉のね。うん。なんかもう平時もこういうことなんで。平常心。おうと思って。そのまま。すごいこんな目をつぶってね、入ってる人いてね、これ平気なのかなって入ってみたら意外と平気でちょっとハマった。ドアの消費量が半端ない。味違う全部。食べてみたい。これは酸味が強くて、これは甘いです。あ、これと前も違うの？うん。で、これが食感に特徴があります。どういうこと？待って待って、ハート。私の順番は、結構前にこれ食べて、次これ食べて、これ食べました。ミラリンが酸っぱいって言ったやつ、結構酸っぱいね。分厚いですね。超分厚い。このぐらい。ゆらりと比較した方がいい。おっきい。今のお団子のゆる感、きつさがちょうど好きだね。かわいい。食べる。あ、食べた。食べる。どうぞ。いただきます。何やってんの。おしゃれ女子のピクニックみたいな。風が流行してますね。どんな風。インゲン好きな人。たまにインゲン好きな人。たまに、そう、たまにゆらり。そういうことです。風が穏やかみたいな。風が穏やか。突然のナレーターなんか久しぶりの人に書く手紙の始めみたいな。背景。背景。背景。手紙。ナレーションなので。こちらオッケー。みんなアンジェラ学会から。クオリティブ学会っていうのはアリアのお父さんが校長先生。そう、アリアのミドルネームがアンジェラだからアンジェラ学会。スガヤリアンジェラ、かっこいい。マジでかっこいい。じゃあここ何アンジェラとか、ウイギラリアンジェラ。クリタモモカアンジェラ。ただのヒメカアンジェラ。みんなのミドルネーム決めよう。いいよいいよ。花の名前にしようじゃん。花。フラワーでいくの。花で。花。アンジェラって花の名前ですよね。
そうなの？多分アンジェラってあの後だと思います。そうなの？え、私あのチューリップ、この手紙アンジェラ、あと今じゃチューリップにしようかな花田姫かチューリップ本当だ、花の名前が吹きの子、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 サボテン、クリタモカサボテンサボテンたちも新しすぎるな。何これ？え、植物？レッフレッチ、花田姫かマヨネーズ失礼しました。見て、クリタモカ、いや待って、ダサいじゃあ、モモカちゃんか、何っぽいか、クリタモモカ強しカタカナでお願いします。日本人のおすすめミドルネームってクリモモちゃん、あれからでいくならな、マリンかピーチ、クリタモモカマリン、マロンかピーチ、マロンだユラリはパープル、ユラリパープル色じゃん、でも紫好きじゃん、好きだね、好きだけどもパープル、ユラリロッキン、ロッキン、服装がロックな感じがする。なんか初めにミドルネームつけてくれるクリタモモカって言ったら、クリタ秘密結社モモカになる秘密結社日本語じゃない、ちょっとやばくない、お腹いっぱいじゃん、めっちゃ締め付けられてる、もっと食べてんじゃん、ヒルカイツも、確かに確かに、なんでだろう、年じゃない、年さっきめっちゃ年下だよニッコニッコニごちそうさましょうか、手を合わせてください。